まあ、これまで待ち続けてきたこの王者との対戦です。いいですね。河村が切り込んでいく、スリーを打っていく、決めてきました。雄たけびを上げた河村。まあ、本当にこの時間を追うごとにどんどんキレが増してきてますね。そうですね、このポイントガードのマッチアップは非常に注目ですね。11番の米津と河村のマッチアップというのがありました。そして脇坂から、まあ、ここはターンオーバー、河村から速いボールを小川が得点を奪っていきます。東山は、はいはい、このポイント米津が自分でいく、リバウンドを取らない。河村がものすごいスピードで展開していきます。次はね、その個々の差は出ますけども、はい、うわ、距離のあるスリーを決めてきました。ディフェンスはやはり気持ちいいですね。大事なのはこのオフェンスですね、はい、ここで得点をまずいい形で取ることです。河村が自らスリーを打ちました。そうですね、そのスリーポイントですね。河村君のスリーポイントは打たせちゃダメだと。そうですね、いやー、このシュートも決めてきます、河村。これで1点差、福岡第一が迫ってきました。その内尾がマッチアップします。この前を詰めるディフェンスが素晴らしいですね。プレッシャーをかけていく。あ、ここもいい形でボールを奪いました。福岡第一パスをつないで逆転に成功します。46対45。第3クォーターでようやく逆転です。まあ、焦らないことですね、東山は。あ、これもミスになる。あ、河村が倒される。目が鳴ります。一気にこう流れが傾いてきたんじゃないかという展開になってきました。そうですね、やはりワンオンワンのディフェンスのね、強度がちょっと増しましたね。もう早くも展開している福岡第一。河村自ら行く。プレッシャーをかけています。なんとか抜けていく。厳しい体勢でのシュートは決まらない。河村が一気にスピードを上げていく。パスをして神田が決めました。なかなか中に入っていけません。あ、ここのボールを取られました。福岡第一、河村が自ら行く。これで60点、点差が11に広がりました。河村この試合20得点です。選択しないところは的を絞ってますね、はい、中に決めてきた。このパスです。河村のナイスアシストがありました。小川の得点、まあ、福岡大としては、はい、まあ、ちょっとね、ピックショット決めたいですね。河村が切り込んで自ら行く。スティーブがサポートして決めてきました。追いかける東山高校。東山は、まあ、絶対守りきりたいですね、はい。まあ、これまで待ち続けてきたこの王者との対戦です。いいですね。河村が切り込んでいく、スリーを打っていく、決めてきました。雄たけびを上げた。まあ、本当にこの時間を追うごとにどんどんキレが増してきてますね。そうですね、まあ、気持ちが入ってますね、はい。まあ、今米津選手のディフェンスも素晴らしかったですよね、うん。まあ、どちらが走れるかということは、逆に言うとどちらが走らせないディフェンスをするか。そうですね、はい、というところですよね。河村窮屈なところ、はい、ね、素晴らしい。そして河村合わせた内をタイムアウトかかります。大堀です。スティーブ君、いい読みのブロックショットでしたね、ですが、これをブロックしました。逆に言うとインサイドの合わせがもう一人に散ります。河村動きながら打ってきた。あ、いいですね。まあ、このアウトサイドのシュートの確率が、河村狭いところのピックアンドロールから裏のスペースが空きました。サイドでピックアンドロールをかけていきました ね、 そうですね、はい。ターンをして河村をかわして、またスティーブのブロックが来た。ここから速いトランジションが出るか。河村から合わせた神田、
ダブルチームで囲んでパスミスを誘いましたが、それが川村に収まりました。しっかり戻らなければいけないところだったんですが、スティーブそうも今考えられるんですが、川村ドライブをしてミドルショット、よく決めましたね。両センターのティップオフ、今始まりました。まあ、出だしのディフェンスのところ注目ですよね、はい、やはりゾーンディフェンス、ゾーンディフェンス、はい、から桜ロード入ってきましたね。はい、しかしそのゾーンの隙間をついてファーストシュート、うまく隙間をついて合わせできましたね。そうしますと、その今白いユニフォームの60番のスティーブに対して、ピンクのユニフォーム77番のラブロフ、どういう風に抑えてくるかですね、はい、そうですね。あ、しかしここでパスが通ってしまいました。このパスを出す前の、そうですね、はい、パスコースを消すディフェンスになってくるんですね。さあ、あ、素晴らしいノールックパスですね。逆サイドノールックパス、早いタイミングで打ってきた、はい、いいところでしたね、はい、そしてまた川村がボールを運びます。ゴールした、素晴らしいですね。今自分でシュートを打つところからノーマークの味方が見えたので、パスに切り替えましたね、はい、今ここですね、ワンフェイク入れて、ね、はいはい、ゴール下に内尾が待っているのを見て、このパスには会場もどよめきましたね、はいはい、やはりチームの動きの中でタイミングよく大きい選手が外に出てシュートを狙ってくるので、はい、さあ、おっと、これもかなりトリッキーな河村のプレーがありましたが、まあ、その、まあ、ヨーロッパ代表ビッグマンラポラスさんも持っている、そのラポラスを引きずり出そうというスティーブの動きがあって、その空間、ここは速攻で河村です。早い展開でボールを早くフロントコートに運ぼうという意図は見れるんですけどね、はい、パスが少し、ディフェンスをずらして、そしてこのパス、そうですね、はい、これも一度フェイント入れてますからね、はい、ビハインドバックパスをすることによってパスコースを作ります。また河村が運びます、また流れます、ゴールした、パス通った、いいパスでしたね、はい、また連続得点です。まあ、身長172センチ、まあ、今の、まあ、高校生の中でも小柄といえば小柄ですよね、はい、決してあの、一度戻して河村、いいパスです。そうですね、はい、そしてこの真ん中の空間ですよね、はい、ここをうまく使ってますね、はい、そうですね、かけられないんですね。さあ、このプレーどうだ、あっと、逆に珍しくこのスティーブ、なかなかあのチャンスでもダンクを見せないんですが、珍しくダンクにしました。村口に戻します。狙ってましたね、はい、そして川村からダンク、川村君がお膳立てしましたね、はいはい、さあ北陸のオフェンス、ボールは小林に、今ボールを持っているのが元谷です。アンダー18の代表、奪った川村、さあ川村が行く、川村イージーでした、速攻です。1のスピードをチームに押して、まあ、おそらくほとんど得点に繋がっていたかと思います。福岡第一、神田チーム、そして川村ドライブ、ダブルクラッチでした。これ川村のダブルクラッチ、長田からモロへ、モロかわして、モロブロックショット、スティーブ、そして小川が行きます。小川から川村、スティーブと渡った、ここだ、中谷、ああ狙っている、川村奪う、川村持って、
ト決めたか。ビッグ、ビッグ&ポップ、そしてそこからドライブ落ちたか。石田のドライブでした。うわー、パスが回ってフィニッシュは中田です。立ち上がりはしっかりとそれが形になって出ています。川村いったスリーポイント、まずは早々に北陸学院の流れを切ります。スリーポイントいった、落ちてリバウンドは山田でした。そして川村プッシュから走って福岡大地、ここは川村から今タイムアウトを取った前のプレー、神田です。川村からのスチール、フリーでいった、上村落ちた、リバウンド川村、さあまだ4秒あります。川村が行ってここは決まった。バスケットカウントという川村が中への得点がありました。小林からでした。さあ後半最初のオフェンスはオフェンスファールでした。小林バーから内を通りアウトサイドは落ちた。あ、しかしリバウンド、さらにはここは川田のリバウンドからの得点シーンです。これで川田はオフェンスリバウンド今日6つ目。ここはしかし内尾が変わっていました。川村ビハインドバックドリブル、川村決めた。やはり15ビハインドバック川村でフィニッシュです。まあいとも簡単そうにこういうプレーをやってのけます。明日で勝負、まあでも練習の賜物です。速攻のシーンですね。奪った内尾へのアリウープはこれ内尾のパスです。ええ、ボードを使った。それから、まあ、これ同じシーンですね。もう一回言います。内尾のこれボードを使ったパスです。いや、よく決めました。内尾にアシストをつけてあげたい。いや、最後触っていたよというレフェリーに答えていたので分かりましたと、そういうコミュニケーションが今ありました。やっぱり北陸学院こういったところも円盤、川村のドライブです。もうしっかりとボールを守りながらパーパー、次は川村決めた。まあ、下級生もかなり躍動しています。ここはハーパーが作って川村のスリーポイント。後ろから川村です。川村昨日30分プレーで30得点を挙げました。その川村から後ろのアタックでした。さらにはこの川村のゴールからの後ろ、河村一旦落ち着かせてコーナーからの3は来ました。今日河村初得点。ここまですでに福岡第一はオフェンスリバウンドを10本も取っています。オフェンスリバウンド10本、ディフェンスリバウンド5本、リバウンドはここまで決められてしまっている九州学院ですが、おー、内野とか河村呼んでいた、前は誰もいない。これも川村よく読んでいる。